よっしゃ。みなさんこんにちは、ケミチャンネルのドレッタです。みなさん見てくれてありがとうございます。あとコメントも書いてくれてありがとうございました。結構あの発音っていうテーマを使いましたもんね、前回。そうですね。じゃあその続き続きをやりましょうか続きをやりましょうみたいな感じで、今回は The 10 most difficult Japanese pronunciations and the 10 most difficult English pronunciations を紹介します。うん、やばい、このコラボ本当にやばいマジで笑いすぎ、そうだブーじゃあ次送ります。お願いします。ほい、怖いな。え？何がダメなの？先生。先生。先生。うん、大丈夫です、大丈夫です。OK。さすが先生。あ、いいですね、さすが先生。間違いですね、一つはアクセントが先生になる人が多い。先生、先生。先生。よく言われる。先生、先生。そう、先生、先生。で、もう一個は、最初の生がちょっとこう、TH っぽくなる。は？先生みたいな、先生ちょっとつみたいな、先生、あ、なんかちょっとそんな感じ、先生、先生、先生、I have a question、先生じゃない、先生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 は運動会、運動会、先生、そうだね、多分もう先生っていうの、もう英語になってるぐらいの、あ、やっぱり、うん、だからそれをそのまま使っちゃうのかな、うん、そう、もう Let's go to the dojo, practice karate from sensei. あ、karate も karate from sensei. Daniel sensei and Miyagi sensei doing wash-on, wash-off. 何それKarate kid. なんか Will Smith のこともたくさん入ってる最近。ベストキッドじゃん、ベストキッド。あ、まあアメリカだと Karate kid。あ、そうか。みんな見てた、幼い頃絶対に。そうそう、怖い。こうやって、こうやって。掃除ばっかりさせられる。うわぁ、そう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 。次。わ、これはずるい。ダメだ。Colonel。Colonel。意味もわかんないな。ごめんなさい。This is a mean one. I'm in the mood for theColonel. 初めて見ました、この単語。Oh, no, 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 no. You know this person. You see him almost every day. この人、毎日見てる？毎日ぐらい見てる。じゃあ、出します。何これ、職業。ああ、この人。そうなんだ。こうやって書くんだ。Colonel. そう。Colonel. Colonel. L は R になる、なぜか。ごめんなさい。R になるの？ Colonel. Colonel. 知らなかった。いや、毎日は見てない。Let me clear the air. I'm not eating this. カーネル・サンダースね。そう、Colonel Sanders。あー、そうなんだ、これ面白い。Colonel が、戦争、軍隊の、なんていうの、タイトルっていうか。名前じゃないんですか？名前じゃないんです。Sanders が名前で、はい、Sanders、将校みたいな。みたいな。ああ。It's like there's Colonel, there's General。なんだっけ、あ、もう一個知ってるんだけどな。あれで覚えたんだよ、あれで。映画の名前も忘れちゃった。Saving Private Ryan。トム・ハンクスのやつ。私が見たの。Forrest Gump。あ、そう。Forrest Gump の、あ、Lieutenant。あ、そう、Lieutenant。Lieutenant Dan。Lieutenant Dan。あ、出た。Colonel ね。Colonel。Colonel。Colonel。そう。だから、この、I'm in the mood for the Colonel。KFC 行きたい。KFC 行きたいってことです。I'm in the mood for some Colonel。ダメな生活をしてる。面白い。How embarrassing. Harland. Harland Colonel Sanders. He's a real person? I'm so sorry. He's really a colonel? もっとリスペクトしないと。これはですね。なるほど。Thanks for your chicken. じゃあお願いします。はい。気にする。お、もう一回。気にする。気にする。ちょっとアクセントあれかな。おお。気にする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 。え、さっきなんと。気にする。気にする。結構気にするとか気になるっていう人が多い。気になる。気になるですね。ピンときました。目から鱗ですね。日本語。The scales fell from my eyes っていう英語もありますよ。本当ですか？そう、ある。よくわかった、よく見えたってことです。そう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 。すごいね、英語ってすごい。はい、あ、で、例文が。気にする…え、ちょっと待って、気にするとキリがない。そうですね、気にするとキリがない。気にするとキリがない。あ、あ気にすると
気にすると気にするとキリがない。気にするとキリがない。気にすると、気にすると、違う。気に、気にすると、気にすると、気にするとキリがない。発音も言語も気にするとキリがない。うん、ちょっと違う。悔しい。気にすると、気にすると、そう、気にすると、そう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 、気にするとキリがない。キリがない、キリがない。気にするとキリ、キリがない。そう、気にするとキリがない。あ、そう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 、気にするとキリがない。本当にキリがない。It never ends。 まさにこれ。 Oh my gosh。 楽しい、楽しい。うん、ハードでも楽しい。 Everyone needs an Aki sensei in their lives。 An Aki sensei in their rural lives。 じゃあ行ってきます。行きます。あ、また R かい。そうや。Squirrel、 Squirrel。 Perfect。 リスですね。うん、リスね。 My Japanese friends are always shocked by the amount of squirrels in the states。たくさんいるんですか？たくさんいるよ。なんかディズニーの感じがする。リスが感じて。スクワール、確かにこれ難しい。スクワール、うん、じゃあ日本人向けになんかコツありますか？このスクワール、やっぱあれさ、内臓を出す感じで。スクワール内臓を出す感じで言ってください。あ、でもこれ本当に一個私の個人的なティップスあって、はい、あの、私怖いから見てないんですけど、呪音知ってますか？ああ。そう、これこれで、ちょっと練習するとね、ちょっとわかるんですね。なるほど。喉から声出す感じ。そう。っていう感じ。ってすると、アメリカン女子っぽい話し方も身につける。これ今ので？そう。Yeah, if you talk like this, then you're totally American. I got this new car, it's like totally cool. The squirrels were in my car. So cool, squirrels in my yard, in my...あの、あれね、ボーカルフライって言うんです。意外とね、できない人ね、難しいんですよ、ね、そうなんだ。違う、わかったか。わかったか。でこれが本当になんかさ、日本人は R がその舌をロールしてくださいって言われるじゃないですか。でも喉使わないとなんかっていう感じの発音になるんで、うん、もっとそこから喉の底、そう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 、喉を使わないとね、ダメなんですよ。内臓出さないと出てこない。英語、英語は出てこないからさ。スクワールとクワール、クワラ、なんだっけ、クワール、クワール、あ、うん、喧嘩、あ、クワール、クワール。やべ、伝わらない。あ、これもね、そう、難しい、うん、R と L が両方入ってるのは難しい。プロ、うん、クロ、うん、crazier。 A twirling squirrel。 W も入ってる、 R も入ってる、 L も入ってる。 Uncle Earl in a rural yard and outside to find a twirling squirrel。 本当に出ちゃう、もう出ちゃう。じゃあ次いきましょうか。はい、あ、この辺から私もちょっと意地悪に。 No no。 あと2つですよね。え、橋の橋、橋の橋で橋を使う。もう一回、橋の橋で橋を使う。え、橋の橋で橋を使う。橋の橋で橋を使う。橋、は、橋の、橋、うん、橋の、最初の2つは同じ。ん、橋の、橋の、橋で、橋の橋で、うん、橋の橋で橋を使う。あ、そうですね。橋の橋で橋を使う。橋の橋で橋を使う、はい。ってことは、これは認識でやった方がいいかな。いや、これ出るかな。出ないな。橋の橋で、橋の橋で橋を使う。ヤフーだ。橋の橋で橋を使う。うん、出たー。お、素晴らしい。今のね、完璧でしたね。橋の橋。No, no. 橋の橋で橋を使う。うん、出ましたー。おー、そうだって。送ります。送りました。Existential shock。Existential crisis。 卵、卵、卵が入る、絶対に。 Eggs。 あー、そういうことか。 Existential Existential crisis。 Laundry is my existential crisis。 意味が、 Is this from exist? そう、メンタルの問題で、うん、なんか俺の生きてる意味は何なんだろうとか思いすぎちゃうと、うん、考えすぎちゃうと、うん、あー、そういうこと。
トラブルになってしまうみたいな気持ちのそう。だから laundry is my existential crisis。 毎回するとこれでやる意味ないの？あ、ないでしょう。だからこうやって毎回すると何も進まないじゃん、うん、毎日と私の人生とかまたやってるかみたいな。で仕事も毎日現れるとこれでいいのかな、はいはい、私の人生どん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 、なるほど、あのコンプレックスみたいな、なんか英語っぽい感覚ですね。それがこういう言い方は日本語は多分しない。あ、例文がね。そう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 。Why did you move to Japan? って言われると existential crisis、うん、そういうアメリカにずっと残ると existential crisis、新しいことに挑戦して、そうあみたいな言うの難しいですね。だそうそう発音発音ね発音 existential crisis existentialエグジステンシャルが難しい。エグジステンシャル、そう、エグジステンシャル。エグジステンシャル。エグジステンシャルクライシス。もっと難しいのが、エグジステンシャリズム。エグジステンシャリズム。うん。エグジステンシャリズム。うん。うん。っていう。主義みたいなね。Like art and books kind of movement。ああ、そういうことか。派閥みたいな流行。多分、夏目漱石が一番合ってるかな、日本人の中で。現実主義みたいな。Realism の前のやつかな。後です。現実を買ってからの Oh no みたいなコンプレックスになる。ああ、なんだっけ。会話の中でパッと多分出てこないと思う。あるよ、英語だと、うん。だからこれ英語です。英語です。あの日常会話の英語です。This is my existential crisis. 勉強になります。existential crisis. Existential crisis. Everyone in the comments will be like, Are you okay? existential crisis.これ、あ、出た。見える。Should I keep going? No. Should I keep going? No, Siri. だから、that's your existential crisis, Siri. え、いや、これは、あ、土。はい。土。お。土。大丈夫。土。土。例文読めますか？読めない。あ、あ、あ、いい絵を描き。OK。土。う、落ち着け。落ち、落ち。土をつつく。お、合ってます。素晴らしい。土をつつく。これでラッパーになるじゃん。スリムシェイディじゃん。土をつつく。土をつつく。日本語入ってない。Okay, my last one. Are you ready? These words I've given you, these are real everyday words. In other words, they are... マジですか。カラコ。カラキ。コロキアル。カラコ。コロッコエオ。あ、出た出た。コロッコエオ。コロッコエオ。コロッコエオリズム。コロッコエオ。コエオ。コロッコエオリズム。コロッコエオ。コロッコエオリズム。コロッコエオリズム。愛が入ってない。本当は、I don't know。コロッコエオリズム。コロッコエオリズム。ダメだ、言えない。Yeah, I think, see, even native people, native English speakers can't, a lot of people can't say this. 手術中みたいな。そう。It's a common colloquialism. そう。だけど、colloquialism も common colloquialism ね。colloquialism. You spelled wrong. え？マジで？待って。You is first. Colloquialism. Colloquialism. I spelled it wrong! ごめんなさい。超難しい。ごめんなさい。U と I、U と I と A、母音が。これは無理だ。コロクウェル。So, wrong for me too. コロクウェル。コロクウェル。Oops. It's a common colloquialism. あ、おー、言えたー。Nice! So, like, you're fine. 意味が分かってない。カジュアル語かな？っていう意味。うん。Like, your sensei would always tell you, don't use colloquialisms when you write. ああ、そうなんだ。うん。知らなかった。うん。カジュアルって言ってたぞ。Like speaking types, like, don't, I don't wanna go とかじゃなくて、I do not want to go を書くときに。なるほどね。最後は、じゃあ意地悪なの出しましょう。ほぼ、スターバックスコーヒーのグランチ、あー、See, this is actually why I don't go to Starbucks in Japan. I'm not even joking. Starbucks coffee no crunch. Starbucks coffee crunchy almond chocolate frappuccino. はい。という日本語ですね。はい。Starbucks coffee no crunchy almond chocolate frappuccino. まあまあ。これはできない。あの、really, カタカナ is actually my hardest. そうですよね。難しいですね。あの、発音してください。
スターバックスコーヒーのクランチーアーモンドチョコレートフラペチーノ。え、じゃあそもそもスターバックスの発音が悪かった？いや、コーヒーですね。コーヒーじゃなくてコーヒー。そこは結構ポイントですね、コーヒー。おりゃでも多分コーヒーはカフィーちょっと近いですよね。I'm sorry. コーヒー。Like, we did way better than I expected. We had one question from a viewer, actually. これが多分中級レベルの前の扉だと思います。Speaking の。So, the question was from Kairi. I've been wondering this for years when studying Japanese. Japanese people put a lot of emphasis or pause on particles. Is this normal? Should I be doing this? そうですね。まずは、個人的に発音やっぱり上手になりたいなって気持ちが結構ありました。私は、ね、まずは個人的にまずはやっぱり上手になりたいなって気持ちが結構ありました。それだ、まずは個人的に、まあそうですね、別にその助詞を強くしてるわけじゃなくて、そのひとまとまりね、うん、まずはっていう言葉とか、個人的にっていう言葉を強く言いたいので、そのちょっと強く言ってるだけですね。なんか一番わかりやすいのは、プレゼンテーションとか、うんうん、やっぱりずっと続けて、うん、同じ強さで喋ってると聞きにくいというか、うんうん、説得力がないですよね。そう、うん、自然なポーズのところがわからないと思います。ね、で、最初勉強した頃、うん、どこでポーズすればいいですかとか、息できないっていう風に言いました。私はなんか息できないっていう風にだんだんね、チョークって、そうそう、どこでポーズつければいいのって、うん、日本語の場合はよしのよしの後そうですね、ですそうと言われました。そうです、ね、長く喋っている時にポーズとか考える時間が欲しい時はLike this. Like this. ここでポーズを入れましょう。そうですね。じゃあ発音練習でした。ありがとうございます。めちゃくちゃ楽しかった。長いです、この動画。練習頑張って。As you guys know, this is Aki Sensei. If you leave a comment, he'll be so happy to help. うん、そうです。だから遠慮なく、watch his videos, check out his channel, and leave a comment. はい。いうことで。来てください。今日はありがとうございました。ありがとうございました。See you guys next time. またね。バイ。